拍手たくさんありがとうございます。いやフェアリーテイル、いやいいよいいよな、フェアリーテイルいいよな。なんだろう、なんかなんだろう、原曲を知ってる方はちょっと感じたかもしれないけど、なんかその僕がね初めて触れたアニメ、そして初めて大好きになったアニメとか、あとなんかこう好きな人っていうのはさ、まあ、ゼロの使い魔なんだけど、そのゼロの使い魔と多分同時期くらいに見たのかな、どうなんだろう、ちょそこまで正確には覚えてないんだけど、だからなんかすごいね、歌い方とかすごい影響されてると思う、この時くらいの、なんて言うんだろう、でもシュフェアリーテイルの曲はだいぶ歌い方がね、なんか影響されてると思う。そう、特にね、ここの、まあ、笑顔の魔法、なんかこのマジックパーティーさんの笑顔の魔法とかはなんか感じる人は感じるかもしれない。ちょっと原曲もね、知らない方は、ご存じない方はちょっと見てみてほしいなって思う、聞いてみてね、ほしい。難しい答えは